はい、カズです。動画をご覧いただきありがとうございます。今日ですね、私たちはですね、ここバイロンマーケットの会場に来ています。これは月に1回ですねはい、バイロンベイでですね、バイロンベイで開催されるですね、はい、クラフトマーケットなんですけども、300から400くらいのお店がですね出る、まあいろんなですね、本当に地元のアーティストからちょっと外からこう来るようなアーティストがですね、こう店を出しているマーケットになります。はい、実はですね、今回の旅の一番目的がまあこれになりまして、もううちの妻もですね、まあこういったバングルを作っているので、まあお店の雰囲気を参考にさせてもらったりとか、あとはどんなものがですね今こう出ているのか、世の中に出ているのかっていうですね、まあ視察も込めてですね、はい、来ております。はい、まあそういった目的もそういった目的もありながらですね、まあ、本当に楽しむっていうことがですね、まあ、一番の実は目的だったりするんですけども、バラ降りようね、こんにちは、なんかどっか見てますね。はい、こんな感じでまあいろいろお店たくさんある感じですけども、まあ、一つ一つですね見ながらですね、まあ、気になったものはちょっとビデオに撮りながら紹介していこうと思います。まあ、クラフトだけじゃなくですね、まあ、いろいろ食べ物とか飲み物も、まあ、オーガニックなフードだったりですね、カフェもたくさん出てると思うので、まあ、動画を撮りながら紹介していきたいと思います。じゃあ行ってきます。ここはヘンプシードオイルですね、麻のオイルですね。さすがオーガニック大国オーストラリアですね。ここはタイヤから作った家具屋さんですね。まあ、丈夫なタイヤを使ってリサイクルしてる家具屋さんですね。スプーンをリサイクルしたお店ですね。バターナイフとかフォークをリサイクルしてるアクセサリーですね。これは朝のお洋服屋さんですね。まあ、丈夫で涼しい朝ですね。かつですね、朝っていうのはどこでも育つので、まあ、エコな素材ですね。自分の買い物に没頭してますね。確かにここの朝はいいですね。そして自分の買い物も少ししようと思います。やっぱ夏はこういうシャツがいいですね。すごいかっこいい店員さんです。子供服のお店です。バイロンウェイになってますね。子供服はダメですね、やられますね。マッサージ屋さんもありますね。子供用のワークショップも結構ありますね。はい、じゃあ後で行こうね。ヒントを得たみたいですね。同業者の方がいますね。はい、ちょっと休憩です。だいぶ暑いので水分補給ですね。ベリースムージーですね。おいしい。うんふん、おいしいね。これでだいたい7ドルくらいなんで500円くらいですかね。まあこのクオリティでこの値段だったらいいんじゃないでしょうか。飲みましたね、あなた。音楽バックにスムージー飲むだけでも十分ですね。んだね。ママ見てんじゃない。オーストラリアでもお寿司は人気ですね。ハニービーラップ、蜜ろうラップですね。これは私たちがですね4年前にバイロンベイ来た時からも売っていて、そこからうちでもですね手作りでこれを作ってですね使っていますね。布がすごい綺麗で、ラップ代わりに使えるエコラップですね。これは本当におすすめですね。
どうですか？いいですか？お気に入り見つけました。ゲットしましたね。何？お昼ご飯です。これママのね。これダダ。だいぶボリュームあるな。うぅ、肉だね。はい、食べましょう。音楽バックにコーヒータイムで、こういうのにもプラスチックを使わないのもさすがバイロンベイですね。これも可愛い。あ、これも可愛い。ゲッツロース。ビーキャンパーにもなんかつけるか。ね。ジャパン。ね。ゲットしました。これが。うちの雇用ですね。これがまあ自分の名前の数のピースっていう意味と、これはうちの妻用のコンパスですね。いいお土産ができました。はい、いかがだったでしょうか。バイロンマーケットでした。まあ朝からですね、もう今午後のお昼も過ぎて午後のもう少しで終わりの時間なんですけど、まあ、全てのですねお店を回れたかなと思います。まあ一番の目的であるですね、うちの妻の、まあ、ジュエリーのですね、お店のディスプレイの参考だったりとか、あとはまあいろんな本当にヒントだったりですね、本当アイデアをもらったので良かったかなと思います。はい、本当にこのバイロンマーケットですね、まあ、こういったこうアクセサリーとかですね、まあ服飾系だけじゃなくですね、食べ物だったりとか音楽家だったりですね、まあアーティスト、まあ、ミュージシャンですね、まあダンスを踊る方だったりとか、まあいろんな方がまあ出ています。でいろんなところにですね、まあ場所も広いのでいろんなところで音楽をですね奏でてくれる人とか、まあ、歌ってくれる人とかですね、あと日陰とかテーブルもあのたくさん用意されてるので、本当にちょっとこうご飯がてらですね遊びに来るのもいいのかなというふうに思いました。まあこれ月に1回ですけど、バイロンベイに来るときは第一日曜日かな、はい、タイミング合えばですね遊びに来てみてはいかがでしょうか。またこれからですね、約10日間くらいですね、1週間ちょっとですねバイロンには滞在しますので、まあ、私たちのですね、まあ、旅行の様子だったりとか、そういったものはうちの妻のインスタグラムですね、コンパスジェリーのインスタグラム貼っておきますので、下にリンク貼っておきますので見ていただくとですね、いろんな情報がゲットできるかと思いますので見ていただければと思います。はい、じゃあですね、もう暑いんでとりあえず家帰ってシャワー浴びてちょっと休憩して、この後は午後はサーフィンに行こうと思います。ではバイバーイ。